こんにちは。9月11日火曜日、時刻は11時4分になりました。引き続き角田奈子がお送りしていきます。よろしくお願いいたします。さあ、今日は日差しが届いているところが多いですが、この後はにわか雨や体感の変化、お気をつけてお過ごしください。さあ、こちらのブロックはですね、北海道胆振東部地震の振り返り、そして減災についてお伝えしていきたいと思います。ということで、ここからは予報センター宇野沢さんと一緒にお送りをしていきます。宇野沢さん、よろしくお願いいたします。先日の地震ですけど、まだまだこう影響というのも大きく残っているようですね。そうですね、はい。まあ、停電の方はだいぶこう解消されたといった状況ですけれども、はい、やっぱりこう一部では物資が足りないとか、あと、まあ大規模な土砂災害が発生したところでは、はい、なかなか復旧活動も進んでいないかなと、そんな状況のようですね。はい。さあ、それではですね、ここから専門家の方もお招きしておりますので、ご紹介していきたいと思います。地盤ネット総合研究所の横山さんにお越しいただいております。横山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。地盤ネット総合研究所ということですけれども、はい、普段はどういったことをされているんですか？はい、普段はですね、はい、家を建てる時の地盤の調査、ですとか、まあ、解析を行ってまして、まあ、例えばですね、その液状化が起こる地盤化とか、はい、地震があった時にどのぐらい揺れが大きくなる地盤化みたいな調査法の開発なども行っています。はい、そうなんですね。そして今回、その今お話も出てきました液状化のこともたくさん地震によって取り上げられておりますけれども、はい、横山さんは実際地震が起こった際、北海道にいらっしゃったということですよね。そうですね、その地震の前の日にたまたま、はい、道内で地震に関するセミナーの講師をしておりまして、はい、まあ、翌日、まあ、地震の日に、千歳空港から飛行機で飛ぼうと止まっておりまして、うん、ちょうど千歳市内で地震に遭いました。はい、はい、そうなんですね。その時の状況というのはどういった状況だったんですか？まあ、当然夜中の3時ですので、はい、まあ、ベッドで寝てましたが、まあ、いきなりドンと来るような強い揺れが来まして、うん、まあ、その後本当に、まあ、世界が揺さぶられるというか、うん、本当にもうものすごい、はい、もう揺れに見舞われて、も何が起こったんだろうというような状況でした。ああ、そうだったんですね。うん、そしてその後、やはり千歳にいらっしゃったということですが、予定通り帰ることはできず、はい、そのままこう調査をされたということですよね。そうですね、もう、はい、もう千歳空港の被害がかなり出ているというニュースがありましたので、はい、もう、私ちょっと地震とかの災害がやった時にはその現地に行って建物ですとか地盤の被害を調査してますもので、まあ、これは、まあ、その場にいるというところを生かして、まあ、現地に行こうということで、まあ、2日間レンタカーを借りて、まあ、現地いろいろなところを回ってくるような調査を行いました。はい、その現地の状況でしたり調査結果というのをここから教えていただければと思います。はい、まあ、かなり当日その震度6強が出ているエリアですとか、まあ、いろいろ回ってきましたが、はい、やはりその各種報道でも出てます、清田区における液状化の被害というところが非常に局所的に、被害が集中してましたね。はい、液状化と言いますと、こう家が沈んだり、はい、こうドロドロになったりというような映像がよくテレビなどでも出ているんですけれども、はい、そういったエリアがすごく大きくなっていた、区全体でなっていたということですかね。ということではなくて、はい、ある一つのそのエリアというか、うん、もう本当に局所的なところで大きな被害があったというのが特徴的でしたね。うん、そうなんですね。実際液状化というとですね、はい、東日本大震災の時はこの海浜幕張予報センターのビルの周辺がですね、はい、やはり液状化で、まだ実はこの周辺の建物の中で駐車場に入るとまだ中波打った状態のところもあったりするんですよね。だから液状化というのは結構思ったよりも大きな被害を及ぼすな、そういったような印象を持っていますけどね。はい、そうなんですね。はい、液状化について、まあ、普段も調査されているということなんですけれども、はい、まあ、その調査されている中でもかなり今回の清田区の液状化はひどい状況だったということですか？そうですね、はい、東日本大震災の時の浦安ですとか、うん、まあ、仮等も私も現地は見てますし、うん、まあ、熊本地震でもかなり液状化が発生しましたが、うん、まあ、そういったところはどっちかというとその平らな場所、まあ、こちら、まあ、まあ、埋め立て地の平らなところですが、はい、まあ、札幌市の清田区はまあ傾斜しているところで起きたというところが特徴的になってましたね。
はい、今あの画面の方にこの状況というのも出ているんですけれども、こちらも横山さんが実際に行かれたところ、横山さんが撮ったものと。あ、そうですね、私の調査ですが、はい、こちらの下の3枚が、はい、清田区、まあ、里塚という被害が一番大きなところの状況ですね。はい、こちらはどういった状況になっているんですかね。はい、こちら、まあ、左下の、はい、写真ですと建物同士が、まあちょうど写真の真ん中の方にお辞儀するよりも鎮火、うん、真ん中の方に傾いてしまっているような状況ですとか、その右の写真ですと、その、少し谷の下流側ですけども、道路が大きく陥没して、うん、まあ、大きな穴が開いてしまっていたりですとか、その左の写真ですと、まあ、砂が、噴出して車が埋まっている状況ですとか、まあ、手前側の住宅が、まあ、傾いているような様子も見て取れます。はい、こういった液状化による被害というのはどういった要因で、はい、地震による要因ということですけれども、はい、どういった要因でなるんですか。まあ、そうですね、まあ、はい、大きな地震というのが引き金というのはまあ事実ですが、はい、まあ、特にこの起こった場所、集中的に起こった場所が昔はその谷だった場所、はい、低い川があったような谷だった場所をその埋めて、住宅街、造成地にしたような場所で集中的に被害があったというのが特徴です。そうなんですね、今も出ているんですけれども、はい、こういった液状化しやすい場所というのがある、はい、ということですね。そうですね、はい、今、まあ、普通に歩いていただくと、まあ、あの平らな住宅街ですが、まあ、元は、はい、大きな谷があって、まあ、田んぼがあったようなところで、その、まあ、田んぼのあった谷の方にその両側から沈み込むような被害が顕著でしたね。はあ、そうなんですね、はい、今平らなところでも、はい、昔の田んぼや谷になっているところでは、はいはい、まだ今もこう発生しやすい状況ということなんですね。というところはありますね。はい、なるほど。まあ、こういった埋め立て地はよくこういうことが起きるということで、はい、あの、まあ、自分の知る範囲だと、あの昔こう砂鉄を取っていたところで、はい、それを埋め戻したところがこう、はい、やはりこう液状化が起きたりとか、そういうことがあるということで、結構意外とそこに住んでいてもわからないことっていうのはあるのかなという、そんな感じに印象を受けましたけどね。そうですね、やっぱり元どういった場所だったかっていうのは、その住宅街ができてからですと本当に綺麗な平らな土地になってますので、うん、やっぱりその前どういう場所だったかっていうのを調べていただきたいというふうには考えますね。うん、はい、わかりました。あの、そういった液状化が発生しやすいところだったということですけれども、はい、今回清田区以外でもこういったことが起きた場所というのはあるんですか。あの、清田区以外でも苫小牧市の方ですと、はい、まあ、液状化が起きてますが、はい、まあ、ここまでのものではなくて、まあ、港の方で、あ、まあ、部分的にということで、まあ、あの、私の調査した範囲では家屋の被害は、まあ、ありませんでしたが、まあ、清田区のこの場所だけは集中的な大きな被害が出ておりましたね。うん、集中的な被害が出ているところというのは、やはり土地的に地盤的にそういう影響が起きやすい場所ということなんですね。はい、うん、そうですね、その谷を埋めているその、まあ、盛り土と言われるような外から土を持ってきて平らにしたような場所で被害が集中している現象が見られましたね。はい、わかりました。今こちら、はい、液状化についての、はい、説明が出ているんですけど、はい、清田区の液状化について、この他の液状化と違った点でしたり、その特徴などはあるんですか。はい、そうですね、この、はい、まあ、幕張ですとか熊本等ですと、うん、まあ、例えば液状化が起きたらその起きた場所でその砂が吹いて、うん、まあ、辺りに砂が出てきますが、はい、まあ、今回の場合は、建物が傾いたところは、まあ、その大きく陥没して、うん、そこから砂が流出して、まあ、もっとその違うところ、谷の下の方に砂が大きく流れたというのが特徴的でしたね。うん、そうなんですね、間接的な影響というんですかね、はい、そういったものが違うところにも広く広がったと。まあ、ですので砂が抜けたところは非常に大きく陥没しますし、うんうん、砂が流れているところは非常に厚く砂が溜まって車が埋まったりというような現象が見られましたね。うん、なるほど。そのここ幕張であるとか、あとは浦安の場合はもともと海だったところ、埋め立てたところで、はい、大体こう平らですけども、はい、それと今回はこの先ほどの説明通りありました通り、もともと川というか谷だったところで、そこの差が実際の被害の発生の仕方がちょっと違ってたという原因なんでしょうかね。そうですね、その谷筋のところが非常に集中的な被害があったということですね。うん、はい、そう、液状化についてお聞きしていたんですけれども、そういった液状化になりやすい場所というのは私たちもすぐに調べることができるんですか。はい、そうですね、はい、あの、行政のハザードマップ等もありますし、うん、最近は例えば昔の、時代どういう場所だったかというのが分かる地図のサービス
などもありますので、まあ、昔埋め立て地、うん、まあ、海とか、まあ、池とか川だった場所とか、昔田んぼがあった谷を埋めたような場所は注意した方がいい場所となります、ね、うん、はい。さあ、実際にこう液状化が起こってした起こってしまった場合に危険なものでしたり、はい、対策方法などはどういったものがありますか？はい、起きてしまうと、まあ、はい、なかなか対策が難しいところはまあありますが、はい、まあ、特に液状化が起きたところは、まあ、今回もちょっと砂に埋まってしまった方とかもまあいますが、まあ、非常に段差が大きくなったりですとか、うん、はい、あとはそのライフラインが被害を受けたりですとか、まあ、交通に大きな支障を受けたりすることもありますので、まあ、そういうエリアにいた場合は非常に歩く際はご注意いただきたいということと、またやはりその新しく住宅をまあ買ったり土地を探すときには、はい、まあ、そういったリスクが少ない場所を選ぶですとか、専門家に相談いただいてきちんとした調査対策を行ってほしいと考えます。はい、わかりました。まあ、前もってやはりその土地の特徴などを調べることが大切ということなんですね。大切ですね。はい、あとはもしかしたらかもしれないです、今回気をたくじゃないですか、田んぼがつくじゃないですか、なんかそういう地名というのが意外と、実はもともとこの周辺でも津田沼とかってありますけどね、はい、意外とそういう地面が昔はそうだったってことを示してたりするのかなと思うんですけどね。そういう現象もあります、うん、まあ、ただやっぱり最近の地名は新しい地名をつけたりしてしまってますので、今回もちょっと新しくつけられた名前のところで起きたりもしていますので、うん、はい、まあ、できれば昔の地名みたいなものを昔の地図で見ていただくと、うん、はいはい、そういう痕跡といいますかものがあったりもしますね。はい、地名でわからなかったり歩いてみても全然わからないところでもそういった可能性も潜んでいるということなんですね。うん、そうですね。まあ、そういったものはやはり今歩いてみてもなかなかわからないですので、うん、はい、まあ、例えば昔から住んでいる人に聞くとか、昔の地図を確認するということは、うん、まあ、行ってほしいですね。うん、なるほど、はい、わかりました。あともう一点ちょっとこれ個人的な興味で聞くんですけど、はい、先ほどの清田区のものを見ると周りがこう岩盤がこうあって、はい、で真ん中が埋め立てたと、はい、確か1985年かあの頃確かメキシコシティ、メキシコ地震っていうのがあって、はい、あそこも確かこう岩盤の上にこう埋め立てたところがあって、はい、かなり揺れが、はい、そこで大きくなったってことがありましたけども、はい、やっぱり同じような現象が大きい感じですかね。そうですね、やはりそういった盛り土のところというのは、うん、まあ、周囲の地盤よりも揺れが大きくなる、結構その揺れが大きくなるところでは、うん、まあ、いい地盤のところでは震度5強ぐらいだったものが、うん、はいはい、まあ、例えば6強とかに、まあ、増幅されたりというようなこともありますし、やっぱりその境目ですと、まあ、片方は揺れて片方は揺れないみたいな現象なんかもありますので、うん、やっぱり地震があった時に揺れやすくなる地盤というのに気をつけてほしいと思います、ね、うん、はい。小野沢さんはこう普段減災担当されてますけども、はい、そういった液状化などについて身を守る方法などはありますか？もう怒っちゃったら、もう先ほどね、はい、そうですね、お話も井川さんからもいただきましたが、どうにもならないことが一つあると思うんですけども、はい、うん、あと一つは、まあ、実際液状化が起きそうな場所っていうのがどこなのかっていうところは知っておいてもいいのかなと思うので、で、もともと小山さんがやってる通り、実際にこう住宅地の例えば建設現場とかでここはどうだっていうところを調べられるわけですよね。だからそういう情報というのをやっぱりこうちゃんと知っておく、うん、でそこに対してどういうような対策が取られているか、まあ、ここでやれば例えばマカレメッセとか結構杭をたくさんいっぱい打ってたりするので、はい、そういう場所なのかどうなのかというのを知っているのと知らないのではだいぶ違うのかなという感じがしますけどね。はい、横浜さんも先ほどお伝えいただきましたが、はい、やはりこの発生しやすい場所というのを事前に知っておくということが非常に大切になってくるということですね。そうですね、はい、地盤ネット研究所の横浜さんお聞きしていきました。横浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。北海道胆振東部地震について振り返りをしていきました。ゲストをお招きしてお聞きしていきました。さあ、ではこの後引き続きですね、最新のお天気の情報をお伝えしていきたいと思います。